本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラブの監督です。コスパ良くコンパクトなカメラ、 4K 映像に対応、隠し録画モード搭載、夜間暗視録画に対応、動体検知録画可能、ループ録画搭載、長持ちバッテリー、これらを全て兼ね備えたコスパいいカメラ、今回ご紹介したいと思います。こちらでございます。では早速開けていきます。パッケージ表裏、ミニボディカメラ、取説全て日本語でございます。結構細かく書いていました。サービスカード、はい、では本体いきます。こちらでございます。近くで見ていきます。 74g、約10センチ、はい、ちょっと指紋がつきやすいタイプでございますね。手動で向きを動かすことができます。 USB Type-C とこれですね、はい、リセットするときに使うやつ。そして表面液晶画面とボタンが上と下と電源ボタンとマニュアルモード、この4つです。そしてここ音声ですね。こちら本体、まずマイクロ SD カードは付いてませんので保存する際はカードが別途必要となります。録画できる最大のカードは 256GB まで対応しております。画面サイズは 1.3、 USB Type-C、 中が珍しい紫色。本体に録画した時にマイクロ SD に保存されるのですが、こちらを外して本体の裏にですね、差し込み口がありますので、こういったスロットを持ってない方はこちらをパソコンの USB に挿すことによって映像にすぐアクセスすることができます。カメラを固定するカバちなみに本体なんですけども、こちらちょっとコツは言いますけども、縦置きすることもできます。このカメラ見た通り小さくて携帯性に優れております。小さいボディながら水平をキープできる手ブレ補正機能もついて当時が撮影ができます。 4K 映像に対応。こちら本体 4K 映像と超広角120度の範囲を撮影することができます。この電源ボタンを押すと、はい、録画されます。そしてもう一回押すと切れます。そしてここにですね、録画できる時間35分、そしてこれ日付ちょっと設定まだしてないので狂ってますけども、この設定を変えることによっていつ保存されたのかもちゃんとデータとして残りますね。上を押すと写真です、はい、というわけでこちらがですね、このカメラの映像です。いかがでしょうか。はい、こういう感じでございます。見ていきましょう。まず正面向きます。と回転すると、はい、というわけで本当に自分の好きな角度にカメラの向きを調整することができます。このカメラ120度撮りたい角度に自由に向けられるので、録画状況を一目瞭然でモニターで確認しながら録画することが可能です。こうやって床に地べた置きすることも、垂直に撮影を撮ることもできます。例えば、はい、こういったところにこうしておけばもうわからないですよね。縦にしてこんな感じで現場を押さえることもできますね。明暗さが強いハイコントラストな環境でも鮮明かつ自然な色合いを再現。本体見やすい液晶画面見ていきたいと思います。電源ボタン長押します。画面が出ました。お、めっちゃ綺麗。早速こちらは別売りですね、マイクロ SD カードを入れていきたいと思います。差し込み口ここにあります。電源オフは同じく長押し、グッバイ。あとこの本体とてもいいのが、スマートフォンを出してわざわざ操作するよりもこの本体で全て完結できるっていうのも大きなポイントです。隠し録画モード搭載。通常キーを押すと結構でかい音が流れます。ですが設定をすることによってキーを出さなくすることができます。隠し録画モードを、はい、というわけでも音が鳴らなくなりました。さっきまで鳴っていた音が、またずっとこの画面光ってたら、隠したい時にこれが光ってたらバレるんですけども、この画面をオフにしながら撮影することもできます。モニターを消灯、10分
1分、3分、5分、自動シャットダウン。ご自宅、事務所、倉庫、店舗など、どこでも設置することができ、防犯の目的、浮気調査、犯罪防止、家庭保護、DV の証拠映像、セクハラ、パワハラの証拠、いじめの証拠などとして、様々な問題トラブルに利用することができます。夜間暗視録画に対応。肉眼では見れない場面。通常のカメラだと真っ暗で何も見えない。そんな時にこちら暗視録画をついております。操作めちゃくちゃ簡単です。この下ボタンを押すと、はい、暗視録画モードです。そしてもう一回押すと、普通に戻ります。こちら4つの不可視赤外線カメラが搭載されております。はい、カメラをよく見てください。4つ丸いものがついていたと、こちらなんと赤外線カメラでございます。おお、暗くなった。おお、すげえ。で、普通になったら戻ると、胴体検知録画で無駄なく録画。こちら胴体検知、こちらをオンにすると周囲の動きに反応して自動的に録画の開始停止をしてくれます。胴体検知モード、はい、こちらオンにします。おお、すげえ。こんな一瞬でもなんの。常に撮影が必要でない場合、無駄な録画を減らしてハード容量を大幅に節約することもできます。ループ録画機能搭載。データ容量がいっぱいになった場合、古い映像から自動的に上書きし、新しい保存をしっかりと残してくれます。途中で映像が途切れる心配もなく、無限に録画することができます。また外付けバッテリーをつけて充電した場合、実質24時間録画が可能となります。ループ録画、自動的にね、この時間帯をループして録画してくれるっていうモードでございます。長持ちバッテリー、本体、内蔵バッテリーが約4時間連続録画可能です。移動電源、今 2A を接続し、約15時間も連続使用可能です。電源コンセントに接続することによって、充電しながら長時間録画もできます。充電するときなんですけども、こちらは用意したものです。アダプターが必要です。こちらのコードは付属されております。挿して、はい、タイプ C ですので、本体の裏ですね、充電をします。はい、充電を始めると、ここ赤くなっております。そんなわけで、長時間撮影が予想される、登山、スキー、ロッククライミング、サイクリング、ハイキング、サーフィン、空中カメラとして使用することもできます。押していきます。ビデオ解像度 4K、2K、1080p、 続いて写真解像度、こちらもサイズを選ぶことができます。3メガから52メガまで。画面反転、こちらは例えばオンにすると画面が反転します。なので、その撮影状況によってちょっと逆向きに変えたいなって時に、こうやって変えるんじゃなくて、この本体自体をですね、この設定上で変えることができます。露出、明るさを選べます。最大明るさでちょっと、はい、おー、明るー。逆に暗くした版はマイナス2、暗っ。環境に合わせてこうやって設定することができます。カードフォーマット、まあ、これはカードを壊れた時にフォーマットすることができます。いろんなものが置いてある隙間のところに、こんな感じですね。はい、わからねー。ここですね、ここにつけた場合、こういう感じでいろいろと何かをやっている、何かをやっている時に、こう下げることによって、こう置いておくと、下からね、まあこれバレバレなんですけども、これも超バレバレなんですけども、ここでバッとね、撮ることもできますね。いかがだったでしょうか。こんな小さいカメラながらもポテンシャルはめちゃくちゃ詰まった 4K 対応の小型カメラです。監督としてもこちら見た目以上に正直びっくりしました。あと画面が 1.3 と大きいので、想像以上に鮮明な映像をこの画面で見れて、今何が撮られているのか、また自動で動態検知や暗視カメラなど搭載されているというわけで、とてもおすすめな商品となっております。興味がある方はぜひ動画概要欄をご覧ください。監督ラボの監督でした。次の動画で会いましょう。いや、マジこれ想像を超えたな。
隠し録 256GB コンパクト&優れた携帯性、はい、というわけでこちらがですねこのカメラの映像です。